政府はエジプトの市内半島にイスラエルとエジプトの停戦を監視する司令部要員として陸上自衛隊員2人を派遣する実施計画を閣議決定しましまた。中東の平和と安定に対してさらなる貢献を目に見える形で示すことに加えまして自衛官の人材育成という面においても大きな意義を有していると考えております。 政府はこれまでの現地調査で治安が安定しているなどの情勢を踏まえて判断しました。今月19日から11月30日までを予定しています。2016年3月に施行された安全保障関連法で可能になった国際連携平和安全活動が適用され、国連が統括しない国際貢献に携わる初めてのケースになります。